ねえ、猫好きくん。あ、どうした、あけみ。あのね、あけみの声を担当してるルカっているでしょ。うん。なんか、LINE のスタンプ作ったらしいよ。え、ほんとに。うん。LINE。 みなさんこんばんは、猫好きです。はい、ルッカです。はい、というわけで本日も、学校であった怖い話 S、猫好き春の明け祭りやっていきたいと思います。イエーイ、来たー。イエーイ、祭りだい。というわけでですね、お祭りだ。はい、というわけでですね、今回は、前回まあ明けみの第3話の、まあ美術部の絵の話だったんですけど、ね、怖かった。はい、怖かったよ。ね、いやー、今回はね、弱めの方を、進めていきたいと思います。はい、ではルカさん、よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、じゃあゲームスタート。私は癒したあけみ3年よ。それじゃあ私の知ってる話を始めるわね。猫好きくん、自分のことかっこいいと思ってる？これはなあ、思ってないよ全然。かっこいいのは、かっこいいのはアイコンだけだから。いやいやいや。まあでも前回もね、かっこ悪いってやったけどな、どうしよう。ここでナルシを決めるか、こうと告げがたいわっていうか。ねえ、迷うね。前回と違うのを選んでいく形でいったら。じゃあ、あれだな、ナルシスト猫好きで行っていき、行こうか、今回は。あ、じゃあ今回、ナルシで。そう。まあ、自信家なのね。普通の神経の持ち主なら、自分で自分をかっこいいなんて言ったりしないわよ。普通の神経じゃないから言えるんだろ。だから好きなのよ。それなのにちょっと意外だわ。でもね、そういう態度って良くないわよ。私好きじゃないわ。マジか。まあいいでしょう。もう一つ聞くわね。猫好きくんは雨って好きかしら。そうですね、この第4話目は雨の話ですね。ねえ、あれ、例の雨の話ですね。そう、腹立つ男の話なんですけど、どうしよう、前回は嫌いって答えたんですけど、うん、どうしよう、今回は好きってやりましょうかね。雨大好きって、ペロ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 舐めてね。うん、あの飴玉美味しいよねって。飴ちゃん大好きみたいな。これはなんかね、別の人の話だねっていう。そうそう、違うから。飴は飴でも違う飴だから。そういうこと。というかで、今回は雨大好きっていうことにしよう。そう、雨が好きなのね。まあ、お前のことが一番好きなんだけどね。ほんと、裏切ったら噛みつくわよ。噛みつくんだ。殺そうとはしないのね。大事にするね、体。その後。ありがとう。そういえば私、あなたみたいに雨が好きな人の話を知っているわ。彼の名前は、細田って。え？ちょっと待って、ちょっとごめん、被っちゃった。あれ？あれ？多分、畑くん。畑くんだけど、細田？ちょっと後ろのね、そっちに見えちゃった。なんだって？ちょっともしかしたら呪いかもしれない。トイレマスターのか。もうちょっと
一緒の部屋にいるから汚染されてるのかな。なるほど。彼の名前は畑くんって言ったのかしら。畑くんはこの学校の生徒だったわ。真面目で優しくて成績もまあまあ中の上ってところだった。でも女の子にはモテなかったわ。なぜかっていうとちょっと言いにくいんだけど、彼って決してハンサムではなかったのよね。女の子ってどうしても外見で判断してしまうじゃない。まあそれはね、太っててね、めっちゃ汗だくの人がね、私大好きっていう人珍しいだろうし、やっぱどっかで愛嬌がないとね。そう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 。私には愚かな行為としか思えないけれど、でも内面の素晴らしさを見抜けない女の子たちは畑くんを気にも留めなかったの。ところで猫好きくんは女の子に興味ある？興味ある？興味なんてない。あー、え、これ結構変わってるな話が。ね、変わってるね。俺か、俺か。メス猫には興味があるけど、そうっすね。どうしようか。猫じゃなくて、アケミは？無言でやりました。そうよね。ないって言ったら嘘よね。多かれ少なかれ女の子に興味があるっていう方が普通だわ。でも他の女の子と見てたらお前殺してくるだろ。うん、 100% 噛みついてその後の死体を大事にしておくね。だから僕は裏切れないんだ。裏切ったら大事に保管してあげるから。畑くんもそうだった。でも彼には友達がいたから、女の子が相手にしてくれないって言ってもそんなに焦りはしなかったわ。彼には他に好きなこともあったしね。そしてたくさんの好きなものの中に猫好きくんと同じように雨があったの。彼は雨が大好きだった。土砂降りの日に傘がなくても平気なほどにね。ある日のことだったわ。その日は朝から霧雨が降っていたの。彼にとってはそんなの雨のうちにも入らない。じゃあどの辺なんだろうな、その畑くんの中での雨って。あ、ゲリラになる手前とかかな。うわもう雨で畑くんの畑を耕してみたいな。なんつう先行を取られてもうた。やった。そんなんだったらもうね、あの雨が降ってるから線香も立てられないや。やられた。さすが一話岩手ですな。ははははは。家の人に無理やり持たされた傘はあったけれど面倒だからって
刺さずに濡れて帰って歩いたわ。これ絶対親怒るパターンやん。もう、ちょっとどこ行ってたのみたいな。何してるのって怒られるやつだよ。すると、店の軒先に、雨宿りしている女の子がいるのよ。途方に暮れたような泣きそうな顔で空を見上げている。頼りなげな表情が可愛くて畑くんは思わず近寄ったわ。わあ、これはリア充の予感がする。ねえ、ちょっとこれは春の予感がしてる。祭りだからってイチャ殺しやがって。気づいた女の子はビクッと後ずさりをしたの。畑くんは慌てて傘を女の子の手に押し付けたわ。うん、畑くんかなこれは。だね、多分。じゃあ、畑くんを僕が読もうかな。はい。はい。あ、これ、使ってください。女の子は驚いたように彼を見た。大きくて艶やかな瞳に彼が映ってる。畑くんは赤くなったわ。相当な勇気だったんだろうな。ねえ、このシーンだけ見るとゾロ出てくるこのね。ね。めっちゃだとね、うんっていうところ。あー、カンタか。ねえ、ちょっと出てきちゃったね。ですね。でも、今更傘を引っ込めるのも変でしょ？泣け出すようにして、傘を渡すと、畑くんは走り出したのよ。女の子はいつまでも彼の背中を見守っていたわ。次の日も雨だった。畑くんが傘もささずに学校から帰る途中、また彼女に会ったのよ。あらま、偶然だな。ね。彼女は昨日と同じ店の軒先にいたわ。畑くんを見つけて手を振ってきた。その笑顔に惹かれて畑くんはふらふらと近づいていったの。彼女はニコニコ笑いながら畑くんに借りた傘を差し出してきた。もういいんですか？畑くんの声は上ずっていたわ。彼女は微笑みながらうなずいて、その笑顔が温かくて優しくて好意にあふれた笑顔だったのね。この人は僕を気に入ってくれたんだ。畑くんはそう思ったのね。このリア充め。くぅ、そうだね。ああ、もうそこはどしゃぶってしまう。傘を返してもらって家に帰るとき、彼は彼女が一言も話さなかったのに気づいたの。でも引っ込み思案な子だなくらいにしか思わなかったのよ。それからその少女は畑くんの帰りを待っているようになったわ。おおっとおっと、これは予感ですわ。ゲリラ豪雨からの甘い飴ちゃんかな。なるほどね、うまいこと。く
思議なことに雨の日だけだったけれど。それに彼女がいるのはいつも決まって同じお店の前。そこで立ち話をしてと言っても話すのは彼だけなんだけどね。一通り話が終わると彼女に見送られて家に帰るというのが何度か続いたの。それでも畑くんは幸せだった。彼女の笑顔を見ると心の底から幸せになれるのよ。けれど人間って贅沢なものよね。畑くんは一度でいいからデートというものがしてみたかったの。だからある日彼女を誘ったわ。わお、やりやがったぜ畑。あら、あらら、すみお誘いしちゃったのね。やっちゃったぜ畑、やるじゃないか。ね、ついに。おっと、これ俺に言わすのか。んじゃあ行こうか。僕とデートしてくれませんか。はい、バイあけみ。やったエンダーあー流すか。はいはい。でね、彼女は黙ったままうつむいたわ。どうしたのかと聞いても返事をしないの。困ったような顔で唇を噛んでいるのよ。どうしたんだろう、あまりの言葉にねえ、赤裸々になっちゃってんのかな。嬉しくて噛みついちゃったのかな。この子もこの子もまさかのあのあけみ的な。もしかしたらワンチャンあるかもしれない。あーなるほどね、うん、ワンちゃんも噛むからね。ガガ犬が出てきたよ、猫好き実況なのに。どうしたのかな。どうしたんでしょう。うちのチャッピーかな。チャッピーチャッピーかな。チャッピーかな。受け入れてくれるものと信じていた畑くんはショックを受けたのね。彼女はいつも彼の話を楽しそうに聞いてくれた。だから畑くんは自分が好かれていると思っていたの。こうあれかな、友達以上恋人未満みたいな、そういう関係。もどかしい感じ、ね、もどかしい感じっすか。ですか。でも考えてみれば彼女の口からちゃんと聞いたわけではないわ。畑くんは恥ずかしさとショックでカーッとなってしまったの。なんでカラス化したんだ。ねえ、どうしたんだろうね。人間から、鳥になったぞ。カラーカラー。僕からかっているのか。畑くんは彼女をドンと突き飛ばした。ああ、やってもうた。おお。ああ。そんなに強くではなかったわ。でも彼女は小柄だったから。
よろよろと店先に出てしまったのよ。なんで BGM が急に消えた。何この怖いよ。絶対怖いパターンだぞこれ。これクルパティだぞ。降りしきる雨粒が彼女の体を濡らした。その瞬間、ものすごい悲鳴がしたの。ぬ、ね、え、なんかぐにゃぐにゃになってるぞ、手が。それでなんか、なんだ、手のひらどうなってんだこれ。どうした、いろいろどうした。なんか、あれだな、フロッピーディスクをちょっと入れてますみたいな感じになっちゃってる。ちょっとグリグリってなってる。やばいやばい。濡れた彼女の体がドロドロと溶けていくのよ。何そのなんか謎の生命体。何なんか怖っ。可愛らしかった表情ももう面影もなかった。まるでお湯をかけられた氷のように何の抵抗もなく溶けていく。なんだって。畑くんの見ている前で彼女は跡形もなく消えてしまったの。何が起こったのかわからなかった。でも彼女は人間ではなかった。畑くんは悲鳴を上げて逃げ帰ったわ。やばい、また雨だよ。なんなんだ。次の日も雨だった。盆地やな、ここは絶対に。やばいね。それかワンチャン梅雨かな。昨日のことを考えると不気味だったけれど、畑くんはいつもの道を通ることにしたの。ところで店って書いてあるけど、その店ってどんな店なのかは最終的には見せないの？ねえ、ちょっと言っておかないと。何の店なんだろうね。なんでしょうね。まあ、かなり近道だったのかしらね。え？え？ところが彼女がいたの。いつものようにおとなしい微笑みを浮かべてね。畑くんは逃げ出した。誰だってそうするわよね。畑くんは走って追っていった。ラグが。ラグが。そして一息ついて顔を上げたの。目の前に小さな店が。そしてその店先に彼女がいた。先回りされた。あれかこう、しかし回り込まれてしまったっていうやつ。畑くんは頭に血が上ってしまった。そして彼女から逃げ出そうと車道に飛び出したの。ああ
車にはねられた畑くんは必死にもがいていたそうよ。まるで何かから必死に逃げようとしてるかのように。目撃者たちは彼が急に飛び出したのだと言ったのだけれど、そうなの、不思議なことに畑くん以外の人には彼女の姿は見えなかったらしいのに。もしかしてこれともちゃん？また？ともちゃん、ともちゃん押してるね。またお前か。お前だったのかみたいな。まさかの前の話がしてたよ。まさかここでともちゃんが。ないわ。彼女の正体は何だったのかしら。どうして畑くんがつきまとわれたのかしら。私にはわからないけど、雨の日には奇妙なものが出てくるっていうことかしらね。猫くんも気をつけることね。雨が好きだなんてうろついていると変なものに疲れてしまうかもしれないわよ。あけみのことが好きだから大丈夫じゃないかな。本当に？本当に。私、猫好きくんの体大事にするから、死体になっても。こう、冷凍保存とかするんすか？うん、する。マジか。大事にするから。きっとあれやな、剥製とかになって飾られるんやろうな。毎日拭いてあげるから大丈夫よ。マジか。安心してね。マジで。私の話はこれで終わりよ。さあ、次は誰かしら。あら、終わった。あ、終わった？終わっちゃったかな、これは。終わっちゃったね。あ、今回はなんか早かったですね。ねえ。あれ、結構話の内容が変わった。うん。前回とはなんかムカつく男とね、ピュアな女の子とのこう、ねえ、イチャ話だった、イチャ話みたいな感じだったけど。そう。あら。ねあれかな、飴と一緒になって溶けちゃったのかな。あー、彼女か。しかし女の子の正体は一体何だったのだろうか。ねえ、ちょっとねえ、ともちゃん疑惑浮上しつつあったけどね。あー、こうあれかな、ターミネーター的な感じなんかな。ねえ、手がちょっとね、ターミネーターチックだから、ね、こう、デデンデンデデンみたいな、ダダンダンダダン。いやー、まさかの清水さんターミネーターとなって復活したみたいな。そう。なんか勝手に話作ってるし。カムバックみたいな。なんだこれ、面白い。これ絶対、ね、映画したら売れるわ。映画化しよう。しよう。したいですね。猫ズキッチンでハンバーガーを提供してちょっと売り上げもらいながら映画やろう。なるほど。ちょっといけるちょっとワンちゃんいける。あれですね、考えてみるのもありですね。ね、いけるよ。ふう、まあね、というかでね、はい、今回はちょっと短かったんですけど、まあこの辺にしようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。
次回の、あけみの話は第5話に入りますね。ね。さあ、やってまいりました。どうなるんでしょうかね。お楽しみですね。ね、次回も、ね。みんなも楽しみにしててください。はい。それでは、バーウィーニャラー。